収まって東京スポーツ杯2歳ステークスゲートイン完了、スタートしました。ポンと7番レッドキングリー、好スタート、好ダッシュ、1段です。差がなく4番クロマデュノール、外は9番里のシャイニング。さあまず2コーナー緩やかに回ったところで9番里のシャイニングが一気に先頭に立っていきました。1馬身半、2馬身向こう上面、7番レッドキングリー2番手につけました。その後ろ2馬身差、4番クロワデュノール、内2番の GT マン、3番手2頭並んでいます。1馬身半差、8番西のイストワール、その内から3番ファイアンクランツが並んでいきました。向こう上面中間3馬身がいて、6番プレシャステー、おしまいから3頭目、1200を切りました。2馬身がいて5番デルアバー、おしまいから2頭目、最高峰2馬身差、1番西のタンギーという展開。9頭前から後ろまで10馬身ぐらいの隊列で3コーナー回って 1000m 切りました。9番里のシャイニングが行く展開、リードを1馬身半から2馬身、7番レッドキングリー2番手、その後1馬身外から4番クロワデュノール並んでいきました。3番手から今2番手、3、4コーナー中間、そして後方から8番西のイストワールも動いていきました。これら馬群の後ろに3番のファイアンクランツ、4コーナーに入って2番の GT マンが続いています。あとは外から6番のプレシャステイが進出。さあ第4コーナーカーブ、直線コースに入ってきて1段になりました。1段になって9番里のシャイニングをかわして、今度は外から4番クロワデュノールが先頭に変わった。400を切ってこの2頭の追い比べ、最内を狙って7番レッドキングリー、今3番手から前2頭へとじわじわと接近する。あとは2馬身がいて外へと出した3番のファイアンクランツ、さあ200を切りました。4番クロワデュノールがわずかに先頭か、食いすがる9番里のシャイニング、内7番レッドキングリー、外から3番ファイアンクランツ、3番手争い、4番クロワデュノール、ゴリ2着9番里のシャイニング、3着争いが7番レッドキングリーと外3番ファイアンクランツ。